3月6日のケリヒメスイーツ超スプリングコレクション、バネかな、春の方だろうなでも一瞬この超スプリングっていうからさ、あのビヨン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 の方かと思っちゃったけども、まあ、中に入ってやってみましょう。なんかね、ホワイトデー関連のステージが追加された。追加というか前もあったやつなんだけども、それのテクニカルが違う、エクストラ、どっちだ、テクニカルで合ってました。こっちが追加されましたと。で、クッキーと恋人、これもホワイトデー関連だけかな。まだちょっとゲットできてないアイテムが、うん、だね、使用人か。そしてまた左下の時間経過でもらえるグッズ、お、最後に雪色マシュマロドレス、いいな、炙りマシュマロとか食いたいぜ。で、こっちはスルーして、天使からのお返し、こっちかな。まあ、達成報酬はもう終わってんね。じゃあ簡単な達成報酬っぽいので余裕でしょう。じゃあこっちのレッツゴー、テクニカルの方を進めておこうかな。まあ、新規のアイテムがあるっていうぐらいかな。一応もらえるアイテムはあるので、行くわよ、買ってこい。あ、ここは窓かでよかったな。マドカは広範囲にね、攻撃できるから割と使いやすいんだけども、あまり入れてないからつい使用を忘れていた。ただ上下にもうちょっと範囲あればな、これくらいね届くから余裕ではあるんだけども、でも欲を言えばもうちょっと欲しい。だから例えばここら辺で撃つと一番上の王冠とか取れないんじゃないか。お、いけた、意外といけた。ごめん、俺マドカのことをもうちょっと信じてあげるべきだった死んであげるべきだったとか、ひどいなここではないんだけども、縦に長い敵が出てくるステージがいて、長いというか変態を組んでいるというか、そいつの上の方に当たんなかった記憶があるんで、さあこれだと届くか届かないか、届きましたー。あ、でもやっぱ王冠は取れない、さすがにあそこの範囲まではなかったと。よくやったわ、ウェヒヒ。で、こうやってクリアしていくと、新規のアイテムはここでは手に入らず、ポピン、使用人とメガネ、ガメネで、あとなんか不思議なステージがあって、え、またなんでだ、あれか、クリアできてなかったのかな。1日1回朝昼晩のいずれかに出現するぞ。え、俺今日これ1回入ったけど、あ、ドレスか。俺が今日入ったのはアクセサリーの経験値のやつか。同じようにね、こういう風にあって、まあ、簡単なステージなんだけど、初心者応援ってあるぐらいだから。で、あと数時間で終わっちゃうみたいな感じだったから、昼休みに急いで入っておいた、そんな感じです。レッツゴー、タワーの編成のままだ。まあ、別に経験値は馬味ではないです。でも一応入っておこうと。行くわよ、届かないか、届くか、よし届いた。ドレスの経験値のステージでなんかね、縦にいっぱい並んでたのよあいつらが。で、下の方から撃ったら当たらなかった、そして止まった、そういう記憶がある。100しょぼ、経験値が上手ければね、何倍とかになるやつをつけておきたかったけども、こんぐらいかな。あとこのホワイトデー宝船、ここら辺入っとくか。レッツゴー、一発でポーンできる範囲だといいな。久しぶりだからもう覚えてないや。準備はいい？うーん、行くわよ、
むしろこれこそマドカで、お、いけるいける一緒になって飛んできそう、強戦士も。よし、ここは強戦士で一発でポーンできる。で、ホワイトデーアイテムが手に入るけども、ここら辺も確か集め終わっちゃってるんで、いらないかな？間違えた？これがスプリングコレクションか。いらん。こっちが回したい。で、ようやく攻略情報。チャレンジタワーは終わったよね。うん。メンバーホワイトデー編。ホワイトデー編とか関係あんのか？ラブリーホワイトデー。プレタークチュール。まずホワイトデー見てみよう。27まで。難易度が上がったさっきのテクニカルだね。わ、モザイク、いやらしい。なんかちょっとジータンっぽいね。色味が。お、恋人は経験値がアップしてるのか。で、さっき入った宝船と、あれか、何種類かあんのか？ん？これがホワイトデー宝船で、おしるこ氷河には超豪華なホワイトデー宝船。ああ、なるほど。全部王冠が。うん。ビッグにやってると。で、他にあったのが、この3月6日スタートってやつ。高性能ドレス作成チャンス。お！大成功率アップしてる。よし。こういうのを待ってたからね、しばらく作らずに置いておいたよ。作成本はね、あるんだけども。水晶のハイヒール。ミルクレープを探索に出すと。へぇ。家元登場リニューアル。サーカス団長登場リニューアル。まあ、こんなもんかな。ステージクリアに行き詰まったら、別に攻略情報書いてないけどな、これ。なんか、あれでしょ？普通のことしか書いてないでしょ、きっと。それこそさ、この前のチャレンジタワーとかさ、ああいうのの攻略にさ、こういう編成がいいぞ、みたいなさ、書いてあればね、またいいんだろうけども、公式も別に攻略情報を出してないんで。さて、その、おしゃるこ。今日が行ってみますか。どんぐらいもらえるかな。レッツゴー。ドレスは適当にしちゃってるけど。ここも強戦士一発でいきましょう。二つの意味で勝ってこい。しょっぽしょっぽしょっぽ。まあ、この 50×50 でね、しょっぽ。うん、まあ簡単だから別に苦ではないけどもどうもなー。で、チャレンジタワーって結局、あれどうだったの？なんかさ、リザルトとか見れないんですか、どっかで。あるかな？ないかな？で、ドレス、作成。なんか作ってみよう。大成功率 3.5 倍。全部が上がってるわけじゃないか。対象になってるので、1個しかなーい。じゃあこれで大成功を狙いましょう。何がいいかな？15% アップとか入れてみるか。ここら辺はね、ケチケチしていくよ。で、まあ、どれでもいいかなって感じですね、これだったら。じゃあ、プラチナアップでもつけておこう。つくとは限らんがな。大成功するとは限らんがな。ほらな。結局、こういうことだよ。よくわかったね。で、そうだ、ケリ姫4コマ、俺たちの癒し、ケリ姫4コマ見よう。これがさっきのあれか、初心者応援キャンペーン。チャレンジタワー、これ結局どうなんですか。どっかにリザルトないんですか。
ランキングとかどっかで更新には時間かかります。どっかで見られるんだろうけどね。でケリ姫4コマはどこだ。なんで分かりづらい位置に、なんて分かりづらい位置に、せっかく復活したのにこれじゃ報われないぞ。あったー、イケメン探すわよ、イカ略。あ、使用人がちゃんと書かれてる。ぷー、かわいい。イケメンがいたらしいぞ、殺せ。あ、本当にそういう感じだった。ケリ姫4コマ好き。この前見たやつはどれだ。この前見たやつというか1個飛ばしちゃってるよな俺。これかな。プーがいる。この使用人のあの脳みそとろけ具合がいいんですけど。またなるほど、いいね。ゲーム内容にはね、いろいろ不満出てくるけども、ケリ姫4コマは好き。次回更新楽しみにしてます。さて、今日はこれぐらいにしておきましょうかな。うん、じゃあまた明日。